こんばんは、天川剛のうち。今日が花金名金口金の金曜日かな、金曜日か、9時の7分かね、というところで巻きではございますけどもね、極寒ね、いわゆる極寒っていうやつだな。うん、今日も無事にお勤め、終えて、参ったわけでございましてね、今日は現場ね、大月くんか、大きなありがとうね、朝からハプニングがあったりなんかしたりなんかしましてね、なんとかね、助けていただいて、ご協力いただいてね、無事に終わっていったという形ね、そのあたりで、他にべしゃりもあって報告もあったけども忘れたんで、とにもかくにももう寒いっていうだけね、これがまず一番残ってたね。で、りーちゃんりるくの散歩ね、りーちゃん1時間きっちりお勤めしましてね、りょうも何分ぐらいだろう、10分ぐらいいたかな、でも10分以上おったかな、むちゃくちゃ寒いね寒すぎね。いや、犬は喜び、にわかけ周りはそんなんじゃない、うん、なもう喜べへん、寒いもんだってね、そのあたりだ、まあまあ昭和とちゃうからさ、室外じゃなくて室内犬ね、いわゆるお家の中で飼うわけでしょね、ですからやっぱり寒い、寒さ暑さには弱いんちゃう、正直な話。うん、で他の今日何あったかな、報告あったけども忘れたんで、今日は兄貴ではございませんね。タイトル乗っけてるでしょね、これ久々カラオケで行こうってね、これは散歩中に出てきたから、うん、これで行こうと、寒い中で出てきたやつだからね。そして松尾はこの後、今日はまあ食事ね、ちょろちょろとやった後に、いつも金曜日いうのは夜更かしね、いわゆる、まあ、夜更かしでも大した夜更かしではございませんが、飲み歩くわけではございませんのでね、お酒はもうビアルと焼酎をね、目薬には目薬入れるんじゃなくて、目薬ぐらい垂らしてレモン入れてお湯割りとか、うん、2、3杯とか、もうこんなのもうはっきり言って、レモン水ホットレモンみたいなもんでございまして、正直なし、酔っ払うことはございません、酔うことはまずございませんね、もう体が偉いんでね、そういう状態に追い込まれてございまして、まあまあ一生分飲んだとね、そのあたりだから、8年9年前には足を洗ったと、そしてそこから始まったいわゆる2016年の筋トレね、怪我からね、1年ちょっとお休みしてございましてね、ようやくの11月からのスタートで、明日ね、水道でしょ、ですから明日70キロか、あ、じゃあ75キロかね、土曜日で更新していくんで75キロやな、んで、週明けての水曜日のもっぱつ75、そしてラスト年内30日土曜日最後で80キロね、いわゆる怪我の前の状態、うん、80上げて、トレーニング帳にね、ノートにね、そうなってたんで、そこまでいけたらまあできすぎかなというあたりでね、アマチュアもね、いわゆる年明け57回目ね、57歳ということでね、それでも100キロ目指すとかさ、自分なりの目標ね、ですから皆さんもいろんな状況下の中でね、病院の今ベッドやでとかね、体調もしょつやわとかね、寒いわとかね、ちょうど調子ええねえとか、いろんな中で天津チャンネルね、ご覧になってくださってるかと思いますけれどもね、なんとか辛い方もしんどいとね、心身ともに疲れてるという方もね、やっぱり頑張れとは、もう十分頑張ってらっしゃるやろうから、頑張れとかは言いづらいけども、ね、やけど、この天津チャンネルの毎日、ね、これはもう偉くても、おもろなくてもおもろくてもやるわけですよ、決めた以上はね。やっぱりこの、流されたらあかんと、ね、もう油断したらもう、たったたった流されていて、まあ明日では明日ではいう形になるじゃないですか。ね、特に私の場合は。
だから決めたらこれも徹底的にやらないかんと、筋トレも何でもするよね。ですから、あ、目標に向かってね、この卒業あと1197日ね、1197でいわゆる60歳定年という形でね、そこから、いわゆるね、次のステージね行くわけですよ、ね、ですからなんとかそこまでは頑張っていきたい、ね、まあ、体に爆弾も抱えてございますが、もう早う歌えやとかね、この辺からこう聞こえるやんか言うたら何分5分41秒な、うん、これ10分ぐらい言うてから出しゃってから行こうかなとか、だって歌なんかもう2、3分で終わりじゃないですか、正直な話ですからね。まあまあまあ置いといて、で、あのこのね日曜日、あの有馬記念馬あるじゃないですか、これもねなんとかね何十年ぶりやったろうと。なぜかというとね、これ今日これほら新聞買ってきた、これほら出てるから、これここな出てますやろ、これこれだから今から今からじゃ今日はこの後ほらいろいろ言ってたあの模様替えだとかさ、ね、自分の部屋からあここ下ろしてあのパソコンデスクだとかパソコンだとかね、いろいろやりたい状況があるじゃないですか。これ今やっとかな、土日はなんとかまたね貧乏暇なしね、別の動きを取らないかんいうことでね、そっちに回したくないということで、だから夜更かしを YouTube の映画見るのもちょっとずらして今日はこの後やらないかんと、そのあたりね、よろしくお願いします。いいか、あとね競馬な、これはもうあのなんで書いたらやっぱりタイガースが日本一になってやないですか。なんかいろいろこうキーワードがあるんやないかいうことで、あのやろうということでね、あのまあ3000円勝負という形でせこいな3000勝負ということでね、これ今日ギターやろうかな、今日ギターじゃございません、カラオケでございます、いきますよ。で、あの今日初めてアマチュアチャンネルをご覧になってくださった方につきましょう、チャンネル登録の方よろしくお願いします、よろしくお願いしますね。なんとか年内12月31日までこれ伸ばしていきたいからね、600、700、800、900、1000、1010、ね、1010いうのが意味あるから1000じゃダメなのよ、そのあたりでいきますね、よろしくお願いします、行くで、スジョン入った、お、入ったか、大丈夫だよ、久しぶりだよ、行くよ、ピッチはいらん、ジグザグ拾った都会の街並み、振り向いた君の笑顔が揺れるよ、目が合えば僕指さす、いつかは二人で行きたいのさ、例えば遥かな青い空を言葉を超えた愛もあるはず、熱く燃える季節が僕らの憧れ運んでいくよ、散歩中に出てきたから、さあ行こう、キラキラ行き交う都会の話しかけるよ、いつかは二人です
住みたいのさ。たとえば優しい風の中で夢を投げたら空に抜けるよ。青く澄んだ季節に僕は飲む明日や目を透けて見えるよ。言葉を超えた愛もあるはず。熱く燃える季節が僕らの憧れ。運んでいくよ。ありがとうございました。今日はここまで、ね、っていうことも礼をいいからいいからお前、ね、だけどやっぱり終わるにしてもさ、ね、せっかくほら花金名金くじ金やから、ね、皆さんもね、今日はまあ夜更かしされる方、この寒いのにお出かけする方、なあれよ、家でゆっくりされる方、やっぱりこのおまけを聞いてのそのねえ、でおまけの前にまたベシャったりなんかしたりなんかしてこっから長かったりして、もうチャンネル変えたりなんかしたりなんかしてな、いろいろある。レオ行こう、早く歌いだわーってね、俺のおやつが伸びるだけじゃないかだわーとか。あ、D ちゃんもう呆れて寝てますもん、だって D ちゃん寝てるもん、はっきり言うけど、行こう。でもおまけはおまけやんか、グリコでもおまけあるやないですから、アマツヨもおまけがあるんやから、行こう。一日二杯の酒を魚は特にこだわらず、マイクが来たなら微笑んでお箱一つ歌うだけ、つまりは涙を見せないで子供に愚痴を聞かせずに、男の嘆きはあほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆこう。目立たぬようにはしゃがぬように似合わぬことは無理をせず、人の心を見つめ続ける、時代遅れの男になりたい。おみなさんね、まあ、いつまでだって もう時代遅れ、もう何遅れもいいんじゃないですか、そんなのはね。その大丈夫、よろしくお願いします。明日もよろしく、頑張っていこう。明日ひょっとこしたらまた朝からね、会えるかも、かもやで、うん、わかんないね。
それはもう起きてからの状態ね、明日もバタだからね、よろしくお願いします。バイバイ、いい夢見てよ、寒いから暖かくして休んでくださいよ、よろしく、今からアップします、バイバイ、お気に入り。